はい、今沖縄に来てます。今日スタイリストのカオリンのアシスタントでマエコさんが来てます。マエコさんは前に働いていたショップの店長です。はい、こっちにいるんですが、よろしくお願いします。おいっす。カバンの中身チェック、うん、押します。チェックします。イエーイ。はい、見せるの？見せて。何入ってますか？汚い？綺麗？レイシーのフリンジ付きバッグです。かわいい。かわいいっしょ。まずいつも持ってるのがヘアバンドとシュシュです。今日はたまたまこの2つです。で、これはピンキーの編集部の方からもらったアクセサリーケース。のぞみって書いてある。そう、かわいいでしょ。かわいい。なんか誕生日の日にもらった、うん、で、家の鍵じゃーん。やばい。どれどれ見えてる。オーマイガー。プラダのクマちゃんのキーホルダーがついてます。これも誕生日にもらいました。はい。で、これは名刺入れ。名刺入れ、おお。よく名刺もらうからね。一応持ってます。あとはこれは、これも誕生日にピンキーモデルの友達からもらったとポーチです。で、その中にはまあ、こまごまとしたものがいっぱい入ってます。鏡とかね。鏡、ハンコとかね。ハンコ、なんか実用と通帳とかね。うん、大事なのかね。大事なものがいっぱい入ってます。のんちゃん、爪も可愛いんだけど。爪可愛い。そう、すごい可愛い。これは、地元のお友達のリエさんにやってもらいました。のんちゃんセレクトでしょ。のんちゃんオーダー。そう、しかも昨日やったばっかりで、うん、まだすごい綺麗です。じゃーん、ピーヨン、かわいい。指輪もかわいい。これはハワイアンジュエリーです。写真集の撮影で、うん、ハワイに行った時に買いました。ネックレスも。ネックレスもピロピロー。かわいい。近づきすぎた。うん。今日 DVD1 日目どうでしたか？そうですね、うん、1日目なんか午前中は晴れてたんだけど、うん、いきなり雨が降ってきて、うん、そうだね。なんかね、大変だったね。大変だったけど、うん、まあでもスタッフのね、みんなさん、うん、いい人だ。いい人だしね、なんだっけ、次に行ったところか、どこだっけ、あのペンション、ペンション、うん、ペンションに行って、うん、プールに入って、ね、のんちゃんちょずっと入ってたかったでしょ。うん、楽しそうだった。なんかみんな入ってくれなくて最高、うん、入りたいけどさ、あなたみたいにね、細くないんですよ。何言ってるんですか。そばは美味しかったね。ね、マジ美味しかったよね、うん、なんかカレーも頼んじゃったら2人食べれなくてね。そうそう、さっきそば一個一個食べて、ね、カレー1個食べてね。うんうん、うん、美味しかった。沖縄で一番美味しいとこらしいしね。うん、混んでたしね、なかなかね。しかもおばあちゃん可愛かった。恥ずかしがって写真撮らせてくれない、ね、写真撮らせてくれなかったな、うん、さあ、明日からまたね、どんどんですけど、どんな意気込みが、意気込みをそんなの聞かねえ、聞かねえ、そんなのだから絶対言わねえ。でもまあ毎日いつもね、うん、言ってる言葉、とりあえず頑張ろうって、うんうん、ね、うん、そうだね。まあのんちゃんの元気で現場が楽しくなるので、そうかな、よろしくだよ。テンション上げて頑張ります。はい、以上のぞみ&まえこでした。バイバイ。